終末期の医療の話をしようと思っているんですが、今国はなんか人生会議を進めてるっていうのをニュースで見たりされたこともあるかもしれないんですが、厚生労働省が作ったそのもしもの時のために話し合いをしておきましょうというんで、それを人生会議と呼んでポスターを作って国民にまあ広く知ってもらおうということをしたら、患者団体から猛反発を受けてこのポスターそのものを撤回したということがありました。まあ、僕の母がね、がんで死んだのが、今から10年ちょっと前なんですよね。でその時に実際に終末期医療、終末医療を経験していて、実際、どういう医療行為がね、僕の母の心に、良い意味でですね影響を与えるのかっていうことは、つぶさに見てきています。でその時に病院もいくつか変えています。それは、母はもう物は喋れなくなってますけれども、僕が見て、この病院クソだなと思ったら変えてました。はい。でそれとは別にね、この人生会議の問題の前に、もともと家族をどういうふうに営んでおくべきなのかっていうことに関すれば、規範や道徳がないと人生会議やったってほとんど意味がないと思うんだよね。だからどういう家族との間の関わりやね、それを支えるどういう関係が必要なのかっていうことが抜けて、言葉だけでね、どういうふうに死にたいかを言っておきましょうとかっていうのは、くだらないなと思いますね。今宮台さんが先ほど述べられたことは、やっぱ本質、まず本質ですね。で会議は誰がやるのかって、会議という形じゃなくて、家族がまずどういう形で今あるのかということがあって、で実は今の家族は老老家族も含めながら一緒にも住んでないわけですよね。そうすると外に住んでいる家族は本当にその両親のことを思った家族はどこまでいるのかという話からで、でその会議の前提が成り立たないというのはまずあるだろうなというふうにまず思ってて、でただしそういう中でもこうものすごくこの超高齢社会になってきて、結局ですね、最初の題になるんですが、終末期の医療はあるのかっていうことですが、終末期ということががん以外の含めて明確なものがないがゆえに医療が過剰に動く、その結果判断ができない方がいっぱいできてしまって、医療が過剰に動く、過剰に動く、もちろんどのような90代にも含めて何か肺炎あるいは意識障害等々いろんなことが起きて、その時に救急車を呼ぶ、そうした結果として、もう一回元の生活に戻る人がではなくて、やっぱそのまま病院で寝たきりでどこ行くかということが今の日本の日常になっている中で、そうするともう少しその前にちゃんとその人の意思をきちっと確認していこうということが出るのは、これはこれで当たり前だと思いますね。そうですね。そうですね。という中で、ACP というアドバンスケアプランニングという話におそらくなるだろうと思って、ね、その話に行く前に、はい、この命の危機が迫った時、思いは正しく伝わらないと、でこのことをだからこそ事前に話しておこうというのがこの趣旨なわけですよね。でそこで今先生のお話にあった ACP というものなんですが、アドバンスケアプラン、もしもの時のためにあなたが望む医療やケアについて前もって考え、繰り返し話し合い共有する取り組みを人生会議ACP アドバンスケアプランニングと呼びますということですね。そのアドバンスっていうのはいつの時期なのかという話で、日本の今このような状況で解釈するのと欧米で話されているアドバンスは違うと思うんですね。欧米っていうのは人生の全体にわたっていつの段階においてもその医療をどう選択するかという状況で、欧米人っていうのはやっぱり自己決定権って一応とても重要な話なので、自分で決めるってことですよね、という話でできたのを突然日本流にですね持ってきたわけですが、その日本風にアドバンスになった場合にいつのことかというと終末期という話に、なんだそりゃ国に規制される話ではなくて、やっぱ個々人の
やっぱり意思、個々人にとって特有な意思が一番重要だと思うんですよね。これ見るとなんか国がこうすごいこう大変だって驚かしてという、その脅かしてるところがすごく嫌でね、ネガティブイメージを前面に出して、でだったら前もってやっとかないとダメでしょって言ってる、この言い方がね本当に嫌ですね。ね、そうじゃなくて良い生き方をするにはどうしたらいいのかっていうことからね、まさに先々のことをね考えるとか。がんというのは明らかに明確に今 50% の人は治癒するんだけど 50% の人が治癒しないということは明確な状況ですよね。そうするとその中で確実に死が訪れるというのもこれも明確で、がんというのは終末期が分かりますよね。割にはっきりしてるんですね、がんの場合はね。ですよね、割にここからも急激に、でただがんの場合の今の問題はがん治療の薬がすごく発達したために、逆に終末期が分からなくなっている、この問題が僕は大きいと思って、例えば大学病院でがん治療中に死ぬ方が亡くなる1週間前までもうずっとがん治療してるんですね。それは当たり前なんですね。入院して何やってるかってがん治療してるわけですから、そしてとある日その病院でそのまま亡くなると、それはどういうふうに理解すればいいんですか。これが問題なんですね。それはね、終末期ということをまだそこのこの段階を、つまり、もうこの段階に来てるのにがん治療してるってことです。がん治療してるわけですね、大学病院では。大学病院でも、でそれは家族も本人も求めるわけですね、命として治ると。でもそれは説明されなければ、ここにこの終末期のここにいるっていうことが分からなければ治療しますよね。はい、人によってもちろん考えは違うと思うので、それがその ACP なのかもしれないけれども、でももしもうそのがんがこういうスタイルだってことで、終末期最後の何週間のところにいるんだったら自宅に戻って、その痛みを取って家族とじっくり話をしてっていうこともやろうと思えば選択肢としてはあるわけ。本人も含めて家族が選べばある。それが必要。僕は最適な選択肢だと僕は思いますね、そういう人たちにとって。でも選択肢としてそれが示されなければ、あるいは自分から言わないとダメだってことですか、それは家族が。2つありますね、いきなりあなたはもう緩和ケアですという場合と、それもまたしんどいですね。突然ね、もうこれ以上の治療はない、あなたはもう緩和ケアでと突然の言い方をされる方と、今最先端の治療でまだわからないけどこうやってやりましょうと、ありますね。どっちも選びたくない気がしますけど、どうですか。つまりちゃんと分かりたいっていう。もう少し前の時代は、このがんの時代、悪急性のあれがですもうちょっと斜めになって、ゆっくりした死があって、これがもっとこういう、もうちょっとそういう、そうですね、で上は緩和ケアだったんですね、ここがね、治療もするけど緩和ケアもきちっとすると、それで最近はやっぱがん治療が進んだがゆえにこういうような構図になるんです。困ってきて、困ってきて、